私がアフリカの南東部にあるモザンビークという国で過ごしたんですけども、そこで見たあの生活とか様子とか、気づいたことなどを写真と文章でまとめました。モザンビークのこととか世界のことをちょっとでも多くの人に知ってもらえる機会だなと思って、あの出版させていただくことにしました。整理写真とか文章で整理しているときに、モザンビークで出会った人とか、あの私を送り出してくれた家族とか、応援してくれた友達のことがすごく蘇ってきて、文化の壁とか言葉の壁ですごくいろんな大変な思いもたくさんしたんですけども、思い出すのはすごく人々の笑顔だったりとか、笑い声だったりとか、私の名前を呼んでくれる子どもたちの声だとか、あとはそのモザンビークの歌とダンスっていうのがすごく、あのすごく鮮明に残ってます。まとめている内容はすごく人々の生活だったりとか、モザンビークの食べ物だったりなんですけども、そういうところから、あの世界のことをちょっとでも、自分とは違う世界のことを少しでも知ってもらえたらなと思いますし、考えるきっかけになれればなと